はい、おはようございます。ハイスタイル高国です。本日はちょっとね、相生市の湯沢町の方にね、台風10号のね、養生で、来ましたけども、現場の方ね、前もって、大工さんの方がね、足場のネットを立ててくれております。今日もね、風がだいぶ強いですけども、事前にね、こうやってやってくれるとね、すごく監督としては助かります。ありがとうございます。はい、現場内部の方ですけども、造作の方ね、進んでおります。お願いしよう。カイトお風呂の方も設置が完了しております。2階の方はね、天井張り見せの分が仕上がってきております。で、ホールからの小窓と子供室からの小窓もついております。収納内部ですね。はい、張り見せ天井はこんな感じ。今日もね、朝から林大工の方が今日はね、階段手すり回りをねしてくれております。はい、本日ね、太子町の M 様というね、台風養生来まして、そこの方はね、養生終わりました。はい、内部は今日は松岡大工さんが階段の方ね、してくれてる状態です。階段やね、階段。はい、姫路市のね、D 様邸にやってきました。造作の方もね、もう追い込みでね、終わりを迎えようとしております。9月の、中頃までなので、よいしょ。階段下ですね。階段下の収納です。はい、奥さんが支えになるところです。おトイレですね。で、1階は行きます。はい、では2階の方へ行きたいと思います。よいしょよいしょよいしょ。2階のお部屋はね、別に
何と言ったあれもないんですけども、比較書収納庫と、主に大流服者の機械室になるところです。なので、ね、まあ、あと幅はきっとケーシングですかね、まあ、2階のトイレやね、はい、2階の方もね、幅幅大空きです。こんな感じでね、現場の方進んでおります。